こんばんは、ミスターマイアミさん。今日日本はね、今23時51分と深夜ギリギリでございます。私もね、ちょっと眠れていなかったんですけども、ミスターマイアミさんからの動画が来ましたんで、こうやって返信動画を撮らさせていきますね。そうですね、今月300本なんとかいきそうですね。まずはね、自分が月間で立てた目標を何が何でもいいからクリアしてみる。本当に5秒とか10秒の動画でもいいから乱発するぐらいの、このくらいの勢いでね、やってもいいんではないかなと思うぐらいでございます。まずは数を生かして、さすがに数だけだと今度ね、チャンネル登録してくださった方が単なる数を上げてるだけじゃんってなって、登録はしてるけども見ないってことになってしまうとね、本当に意味がないので、やっぱり、自分のことをね、気に入ってくれたんだろうな、この動画でチャンネル登録したんだろうなと思うのがもし思いつくようでしたら、その動画と同じシリーズをやっていくとかっていう風なね、これも工夫の一部でございます。やっぱチャンネル登録が増えた瞬間っていうのはある程度わかると思うんですよ。例えば新作でリリースした動画に対して、多分その日の前後にチャンネル登録がなんか5、6人増えたなっていうことでしたら、そこを中心にやっていくとか、アナリティクスを分析してもね、分かる部分があると思いますんで、やっていっていただきたいかなと思います。さあ、それでですね、何でしたっけね、忘れちゃった。ミスターマイアミさんね、宇宙戦艦ヤマトですね。宇宙戦艦ヤマトの格好をして私言ってますけども、何でもね、私ね、なりきるようにしてるんですよ。で、なりきってるんですよ。本当に心からですよ。上辺だけではなくて、何かに取り組む時って必ず心の中もそうですし、それから見える部分もしっかりと作っていくことによって、例えばこうやって動画撮ってますけど、私ね、和服で写ることが多いんですよ。で、後ろはね、こういった純和風の家ですよね。ってことになると、私はね、あ、メイドインジャパンでやってるんだなっていう風な気持ちになっていくんですよ。 T シャツで写る時とかもありますけども、ジーンズ履く時ってのは本当にね、外出する時みたいな感じで、実は私ほとんど和服なんですよね。でもこれも今のような隠居暮らしを始めてからなんですよ。3年前、2016年からです。それからずっとね、和服中心なんですよね。それまでは2016年の6月まではずっとマンションに住んでましたんで、もうネクタイにスーツですよね。そんな形でやっておりました。そうなるとですね、やっぱりね、セミナー講師としての意識が溜まっているんですよね。で、そういう形で私はね、宇宙戦艦ヤマトのイベントに参加した時は宇宙戦艦ヤマトの格好をしていきますし、男はつらいよのイベントに参加する時はトラさんの格好をしていきますしね、そして、道を走る時はナイトライダーですね、トランザムのナイトライダー仕様の車で最近は行ってるって感じでございますね。そういう風にして全てを自分のステージにしていくと、人生という自分の真っ白な脚本にどんな配役を乗せるか、そして主人公は誰なのか、どんな脇役をそこに登場させるのか、そしてどんなドラマを作っていくのかっていうのは、私はね、自分で自由にできることだと思うんですよ。さあ、でも多くの方はですね、そうは言ってもなかなか、こういった責任とか義務があるからっていうふうなことも言われます。それはね、全くその通りなんですよ。でもそのなかなか、そうは言ってもなかなかねっていう考えをまずは改革していく、この小さな改革がまだまだできるはずだっていう風なね、自己否定感に昇華させてくれるんだと思うんですよ。いや、まだまだできんじゃないかなみたいなね、私は一番最初、宇宙戦艦ヤマトのこのね、コスチューム買った時ってのはヤマトのイベントなかったんですよ。まあ、ですんで一人で動画撮って楽しんでました。で、波動砲発射とかね、一人でやってたわけです。気持ち悪いでしょ。気持ち悪いけども、一人でやることがまずは自分の中に起こした革命なんですよ。誰かがやったらやる、何かがあるからやるではなくて、自分から起こしていった時に、まあね、自分の地元でそんなイベントがあるんじゃないかと、これね、神様がね、私に、ね、渡してくれたみたいなね、きっかけだと思いましたね。で、そちらの方のイベントを参加して、で、映画を見に行く時も、ヤマトの映画見に行く時もあの格好ですよ。これ目立つじゃないですか。それは噂になるじゃないですか。だから私はアクセスが取れると。まあ、アクセスっていうのはね、ネットのアクセスだけではないんですけども、宇宙戦艦ヤマトっていうくくりの中でも艦長というね、あだ名で呼んでくださる方が何名かいるってことですし、やっぱりね、ナイトライダーって車乗ってても、お、ナイト2000っていうふうにね、呼んでくださる方がいて、自分から起こした革命がわずかでありますけども社会に影響を与えていくというふうな形で、私の台本や脇役、それからストーリーがどんどん出来上がっていくんですよ。でも私自身が台本を真っ白にしとかないと台本ってできないんですよね。だからこれからね、ミスターマイアミさんにも自分の台本を持ってほしいと。その台本には真っ白で何も書いてない。何を書き入れるのも、誰を登場させるのも、どんなオチをつけるのも、どんな伏線を回収するのも、それはね、もう自分で自由に決められるんですよ。だからね、そういう、なんていうんですか、人生の楽しみ方っていうのをね、やっていただければなと思います。まあ今日はね、取り留めない話になっちゃいましたけども、素直にね、そう思うわけなんですよね。さあ、そしてですね、まあ、明日の朝メッセージを送ろうと思ったんですけども、言い訳っていうんですか、この言い訳っていうものをね、ちょっと今日は先行してお話ししようかと思います。言い訳ですよね。これどんな言い訳があるかっていうと、例えばね、私はもう50歳が近いから
できないっていうふうな言い訳はよく皆さん考えつくことだと思うんですけども、いやいや違うんですと。私は50歳近くなったんでさすがにできるだろうっていうふうに私は考えるようにしてるんですよ。ここ皆さんと多分違うところだと思うんですよ。私はね、人生っていうのは長ければ長いほど、60歳、70歳、80歳、長ければ長いほど脳を使う経験値が上がるから有利だって考えてるんですよ。年を取れば取るほど頭が働くと思ってるんですよ。でも多くの方はもう年だからねっていうふうにしてやらない方向で言い訳を使います。でも私はできる方向、やる方向で言い訳っていうのを使っていくんですよ。どうですかね。私はね、今50歳を目の前にして47歳になりまして、なんかいろいろ思うことがあります。それはですね、やっと50になれたかみたいな気持ちですね。50になったらな、50歳ってことは50年分の人生の黄金のエクスペリエンスがあるわけですよ。ゴールドエクスペリエンスかね。その黄金の体験を持って50歳になるってことは、これ51歳52歳むちゃくちゃすごくなんじゃないのみたいに考えるわけですね。でも多分多くの方が、いやもう50歳か、あれもできなかった、これもできなかった、ああとかなるんですよ。違うんですよ。50歳になったからこそ今までできなかったことが50歳というフェーズだからできるんじゃないかって私は考えるんですよね。皆さんそういう考えないですかね。ミスターマイアミさんはいかがでしょうか。それでは本日の動画は以上です。